皆さんこんばんは。こんばんは。さあ今回は丸光三日月店ということで、はい、私ここに来るまで車でね、はい、ちょっと密成峠通ってきたんですけど、はい、あの途中バイカーの方とすれ違いまして、うんうんうん、ものすごい根性あるというかね、すごい伝説のバイカーとすれ違っちゃったんですよ。どんな人ですか？私峠を登ってますと、はい、前方からバイクが下ってくるんですけど、はい、なんとそのバイカーさんこうですよ。え、どういうこと？ハンドル持ってないんですよ。本当ですよ。おいと思って。さあ本日は丸光三日月店にお邪魔しております。はい。さあ本日の企画は。はい、今回は寝台入れ替えの日なんですけど、はいはい、今日は夕方からの立ち回りをしたいと思います。よいしょ。寝台入れ替えですけど、あえて夕方からの立ち回りという部分で、あのリスクしかないような気するんですけどね。そんなことない。寝台なら朝から来たいよね。ねえ、朝から並んでるしたい。寝台入れ替えの日に夕方から立ち回らなければならない。はい、でもそういうことあるでしょ、視聴者の皆さんも、ね、ありますね。仕事でどうしてもね、はい、朝から並べない時ってありますしね、はい。今回はそれぞれに夕方からの実践にチャレンジしてもらいます。舞台となるのは丸光三日月店。パチンコ、パチスロともに拡大計数機が設置されており、大移動がスムーズに行えるホール。この日は寝台入れ替え日となっており、寝台を確保するのは難しそうとなると、台のデータや自分の立ち回りルールなどそれぞれに合った方法で実践してもらいますが、今回はそれに一つスパイスを入れさせてもらいますよ。それぞれの験担ぎ、験担ぎって言いますか、を何かし、験担ぎ、合ってる、しなくて言い直したけど、なんで正解から不正解に言い直すの。願掛けね。験担ぎ、願掛けだろ。願掛け、お前何担いでんだよ。自分ならでは はい、何かを一つ持って、それぞれ今日は立ち回りを見せていただきたいなと思います。で、大地くんのこのペットボトルに繋がってくるわけだ。そうですね。これは何ですか？一応願掛けとしてトイレに行かないと。ほう。はい、なので当たるまでトイレに行かないってことね。いや、っていうか多分もう終わるまでです、ね、終わるまでトイレ、はい、終わるまでトイレに行かない。これはまあ自分に追い打ちをかけるために、追い打ちをかけるために、まあ、さらに飲むっていう。やめときなさいよ。もういいよ、もういいよ。小指立ってると思った。じゃあ、あなたが水飲むまで尺使えないから。いやいや、そうですね、すいません。もう半分飲んじゃった。すごいね。じゃあトイレに行かないという願掛けをさらにパワーアップさせるために今水を飲んだと、はい、やるね、大地くん。そうですね、ちょっと圧迫させて。圧迫させて。でもその運を溜め込んで出さないようにですね。運を溜め込んで出さないように。当たるまで、当たってからコーヒーを買いたいんです。当たるまで飲まない。飲まない。今カラッカラカピカピです。なんか気持ち悪い。そういうの多いね。飲まない、飲まないとか出さないとか飲むとか。だからもう どこ出すかですよ、あとは。何出したらいい、何出したらいいの。何ポロリでしょうし、何出したらいいかな。験担ぎとして私中でポロリしてますよ。そっか。コソポロリ。コソポロリ。俺じゃあコソポロリで行ってみようかな。やだやだ。入れんな入れんな。いや、なんか気持ち悪い。だな。なんかみんな触ったでしょ。はい、出ました。やだ。当たるまで直さないです。ポロッといってます、こうサイドから。左サイドポロッといってます。ポロじゃないですよ、もうポロッといってます。え、だって普通に私、うん、白清掃として白で来たんですよ。薄いでしょ、それ。しょぼ。え、それだけ。それだけ。そう。こっからいい方に収束してくれれば頑張ります。スーパービンゴネオ、この台を選んだのはやっぱり打ちやすい角台っていうのもあるんですけど、グラフが一回めっちゃ上がってるんですよ。ちょっと前の人がね下がってるけど、まだ上側にいるので上がる可能性あるなと思って。はるかちゃんは当たるまで回す姿勢。マジリスキツネ行きました。なんか今回この台選んだのはちょいちょいマジリスクタイム、マジリスクタイムにも入っとるし、まあちょっと様子見て、もしかしたら
やめ時を見ながら立ち回るようですね。いいと思いますよ。合算的には162分の1なのでちょっと気になるんですけど、一旦保留で。まだ台が見つけられていないようですね。この男かなり硬い立ち回りをしそうです。というのも狙いのジャグラーはライバルが多く、座るのも困難な状況。ある意味大地の立ち回りも選択の一つですね。16ゲームでやりました。気持ちは分かりますが、ほどほどに。はい、では一応投資が2000ポイントで、一応そのゲーム数が今508でしかったので、あとはこれがピンクかレギュラーかで、あとはピンクです。ここから徐々に手玉をどんどん増やしていきたいと思いますね。それぞれの個性が出た立ち回りになっていますね。験担ぎの効果はあるのでしょうか。133ゲーム、怖いビッグ。頑張ります。まあ、ちょっとずつこうやって確率上げてってだいぶ上がってきた。それじゃあむしろ設定判別しやすい玄之介でした方がいいと思いますよ。もうあやちゃんはほっときましょうか。結果見えてます。もうやめてやる。ああ。さっきの台はやめたので、一応ちょっとレンちゃんがちょっとついてこなかったので、今回は一応さっきよりは合算の方も悪くないので、まあ一応まだ回数もそんなに、まあ今からスタートとしても216回スタートなので、まあやってみる価値はあるかなと思うのでやりたいと思います。2代目のジャグラーへ移動。てかまだトイレに行っていないみたいですけど大丈夫？これからちょっと着練させて頑張ります。ちょっとハマりましたけど、今度こそ頑張ります。剣坊さんは後半は思わしくない展開でした。やはり大移動ができなかったのが辛かったようですね。一応ですね、ジャグレンはしなかったんですけど、一応まあ早かったですね。106回転で調子が崩れたので、あとはこれがどうなるかですね。
うございます。ありがとうございます。いい感じで台も戻ってきてるんで、一応まあこんな感じですね。今一応下から打ち始めたんですけど徐々に上がってきてるんで。なかなかの結果だったようですね。お見事。ついに大当たりをゲットしたはるかちゃん、この後大逆転はあるのでしょうか。さあやっとボーナスをゲットしたはるかちゃん、ワンチャンスにかける彼女にいい結果はやってくるのでしょうか。この後も続くはるかちゃん、もう完全プラス、久しぶり、実戦でもうプラスです、パンパン。さあ結果発表です。トータルプラス8000ポイント。おで一応プラスの結果ですごいあれなんですけど、一応もうジャグラー最初結構回ったんですけど、 お客さんがまあもうライバルとかお客さんがいっぱい多くて一気でしたからね。いやもうなかなか座れなかったんですよ、最終的な台が結構良かったので、すごい、そのあまりのコインでかけて最終的にプラスに持ってったんですよ。すごい。ちなみに、はい、トイレには行ってないですね。行ってないの？行ってないですね。ちょっとまあそわそわしながらも最後まで我慢したんで、いやもうその願掛け良かったから、めちゃくちゃおしっこしたいよ。いやそうですね、投資がちょっと1万3000ポイントとなっちゃいましたが、なんと回収しまして、さらにプラスでプラス4200ポイント。すごい、はるかの4200ポイント、すごくないですか。すごいです。じゃあもう白ありですね。そう、白をもうこれから勝負服にしようと思って。おーすごい、はい、大したもんだ。そうします、はい、私ポロリでちょっとね半ポロで頑張ってみたんですけど、はい、別に俺半ポロ限界いいわけじゃなかったんですよね。なんか会話の流れで勢いで半ポロしちゃったけど、そうですね、これまで半ポロで勝ったことなかった。半ポロしたことはなかった。したことなかったですよ、当たり前じゃないですか。そういろんな弊害があって、座ったらまた、ね、そうなんですよ、座って足組もうもんならもうギューってなって、私たちわかんないけどギューってなってた。だからもう本当ね、半ポロやめた方がいいです。誰もやらないですよ。健康的な理由でもやめた方がいいと思います。そうでしょうね、はい、おぼろでやってましたよね。うん、だってあれやめ時が分かるじゃないですか。ですよね、うん、だっけ、あ、満月だろうが半月だろうがずっと打ってましたよ。いやだって打ちたいんですよ。なんじゃそら。いやなんか、じゃあ玄之介で勝負すればいいじゃん。そうよ。いや私もちょっと天禅行こうかなと思ったんですけど、玄之介で行けばいろいろ分かったでしょ。とりあえずあのガキに謝って、今度今度会った時ガキに謝って。これつけて一生懸命言っとったから。すげえ言っとった、これつけてね。とにかくあなたすぐトイレ行ってください。じゃあ終わったらちょっと、ね、なんでちょっと早めにいいですか。信じる者は救われると言いますが、ほどほどにしておきましょう。静電気を自分の体に、なんて言うんですかね、
入るようになったというか帯びるようになったのは、うん、昔っすね、あの蛍光灯のランプを取り替えようと思って、本当にちっちゃい頃ですよ、小学校1、2年ぐらい、うん、まだ金属がそうやって触ったらなんかバチッていくかなって全然分かんなかったところ、うん、蛍光灯を取り替えようと思って蛍光灯取れなくて、うん、であの北海道ってあのイカの一夜干しとか金属のなんか串みたいなのがあるんですよ、うん、それをカリ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 取ってたらバリッって言ってドーンって言ったんですよ。でも目の前が白くなったし、もう全く何も見えなくて、なんかこう触った瞬間自分が白いオーラにこう包まれてこう広がっていく感じの感覚、ビッグバンだと思って。ビッグバンはちょっとよく分かんないですね。それは分かんない。